はどこかへ向かう途中のステーション、ギターを抱えて夢を追いかけて学び得ないゴール目指してうまくいかないね、そんな時は僕は丸いの前で、僕はルミネの前で待ち合わせ、すれ違い。僕らの出会いは、僕が足立の輪っていうイベントを、北千住のライブハウスでやっていて、で、出てくれるアーティストを、インターネットで探してたんですよ。それで光の祭典っていう竹の塚のイベントに出てることをインターネット上で知って、ちょっとネットからメールを送って、ちょっとライブを最初見に行って、かと、はい、そうですね。でも最初敬語ですよ、サミさん出てくださいみたいな感じでっていうのが出会いでした。そうです、はい。僕はもともとは北千住に住んでたっていうのもあるんですけど、北千住のライブをね、はい、結構ストーリーとかやってる人もあって、マルイとかルミネとか、もう北千住を象徴する、ね、そう、北千住の駅前なんかをね、すぐに浮かぶような歌詞になってるんで、最後の歌おう歌おうっていうのをね、みんなで歌っていったらいただけたらなと思います。はい、千住の歌とか足立区の歌とか、千住の足立区のお祭りの歌とかいろいろあるんですけど、下町シンガーといったらツッチョって呼ばれるようなミュージシャンとして足立区からすごく有名になりたいなって日々思ってます。僕は本当に暗いって言ったらあれですけど、悲しみとか切ない気持ちを本当に絵本を描いてるような感じで描いて、物語を描いてるような感じで描いて、決してハッピーエンドじゃないんですけど、なんかその中にある、そうですね、悲しみとか切なさを歌にすることが多いですね。ないとして泣いたのは、普段すごく応援してくれている足立区のね、そうですね、皆さんに少しでも町おこしって言ったら言い過ぎかもしれないんですけど、盛り上げて行きたいなっていう気持ちがあるんで、足立区が好きなんでね、そこからこうどんどんいろんなとこにこう発信できるんじゃないかと思って、8月18日、僕たち、ツッチョ&サブリショーの下町ライブっていうタイトルで、そうですね、今回は決めたんですけど、ちょっとリラックスした感じでストリートに似たような雰囲気で楽に聴いていただけるようなライブにしたいなと思ってるので、ライブハウスにちょっと緊張して来れないとか、そうですね、敷居が高くて来れない人とかも来てほしいですし、あとは子連れのお客さんとか、おじいちゃんおばあちゃんとかにも来ていただきたいなと、とにかく楽しいライブにするっていうのは基本根本にあるので、気軽に来ていただけたらなと。無料なんです、待ってるよ。このエンチャレの事業なんですけれども、将来メジャーで活躍したいということで頑張っていらっしゃるアーティストだとか、あとエンターテイナーの方たちをこうやってこの天空劇場を使っていただいて練習や公演をしていただいてということで支援をしていくような事業です。常時募集をしております。ぜひ、これから将来メジャーになって活躍したいというふうに考えている皆さんがいらっしゃったら、詳しいことは区役所の地域文化課の方にお問い合わせいただければと思います。